2026年の F1 レギュレーションに関する新たな情報が明らかになり、マシンを大幅に小型化、軽量化する計画が明らかになった。2026年が近づいているが、規制はまだ正式に決定されていない。しかし、評判の高いドイツの出版物アムスのレポートは、シャーシ側の変化に光を当てている。これまでのところ、世間に出回っている情報の多くは、新しいエンジンに関するものだ。 年のルールー F1 の次の大きなエンジンレギュレーション変更は2026年に行われる予定だ。F1 の計画はメーカーをなだめたようで、メルセデス、フェラーリ、ルノー、ホンダ、レッドブルフォード、アウディがすべてグリッドに並ぶ予定となっている。自動車産業は電力を中心にしているため、MGUK ユニットの出力が以前の3倍になり、 120kW から 350kW のモーター、ジェネレーターに移行することは驚くことではない。同様に MGUH は2026年の規則では完全に削除され、コストの削減が可能になる。これらは100%持続可能な燃料で稼働し、内燃エンジンと電力の比率は5 0対5 0になる。最後に目標は現在の 100kg の燃料ではなく、 年にはわずか70の燃料ついに小型軽量化された車アムスのレポートで概説されているように FIA は車両の軽量化だけでなく小型化にも重点を置いている現在の F1 マシンの重量は驚くべき 798kg だが新しいエンジンと対策により重量は 800kg をはるかに超えると予想されている最初のステップはレギュレーションサイクルに向けて さらに重量を減らすことを検討する前に、少なくとも 20kg の重量を減らすとのこと。その他の変更点には、車両の幅 200cm から 190cm に縮小が含まれる。ホイールベースは 340cm 以上に短縮、現在は 360cm。その結果、ダウンフォースが40%失われることになる。以上、記事引用。ドイツのアームスの情報です。 年の新しいマシ,ンの解説ですマシンの小型化は図られるようですが、重量が増加しそうです。まだ推測の段階ですが、ダウンフォースが40%減。